今何か聞こえたような。頼む、誰か助けてくれ。この家の中からか。邪魔するぜ。頼む、誰か。大丈夫か？助けに来たぜ。頼む、誰か助けてくれ。おい、どこにいるんだ。頼む、誰か。うん？もしかして。頼む、誰か助けてくれ。うお、しかし妙な機械だな。いえ、喋っているのはその機械そのものですよ。あんたは。はじめまして、オードリーと言います。俺はパルテティオ、よろしくな。私はこういった珍しい品物を専門に商人をやっています。これは都会の発明家から買い取った会話記録機というものでして。へえ、会話記録機ね。ええ、名前の通り記録した会話を再生する装置です。なるほどな。だからあんたの声がしたわけか。すみません、驚かせてしまったようで。いや、本当に助けを求めてたわけじゃなくて何よりだ。実は助けを求めてるのは事実でして。え？これをどう売ってよいものやら途方に暮れてるんです。それでたまらず心の叫びを吹き込んでいました。売れないのかこれ。なかなか面白い機械だけどな。みんな最初は珍しいと興味を持ってくれます。ただ記録した声を繰り返し聞いて。確かにすぐに飽きちまうかもな。そうなんです、覚書代わりに使うことを提案してもみたのですが。紙に書いた方が早いし、その用途には高価すぎるってわけか。よくお分かりで。まあ俺も同業者だからな。あなたも商人でしたか。道理で鋭いわけです。私は珍しいものには後先考えず飛びついてしまう性分でして。いやはや、パルテティオさんの慧眼が羨ましい限りです。なあオードリー、空っぽの箱と宝石が詰まった宝箱、同じ値段だったら売れるのはどっちだと思う？それはもちろん宝箱の方でしょ。だったらそいつにも宝石を詰めて売ればいいんだよ。会話記録機に宝石を？
そうだ。繰り返し聞きたくなる音楽って宝石をな。音楽を詰めて、なるほど。確かに素晴らしい音楽は何度だって聴きたくなりますね。だろ？あ、いや、しかし残念ながらこのま…だったら俺が演奏…よろしいのですか？ああ、旅のついでだ、任せとけ。ありがとうございます。では私は早速音を取る準備をしておきますね。頼んだぜ。さてどんな演奏家を連れてくるかな。一曲だけじゃ物足りないから何人かに頼む。そうだな、3人ぐらい探してみるか。
よろしくね。おお、準備はできてます。早速ロッ、ワン、時に優しく時に強く、心に触れるバイオリンの音色。これは確かに何度も繰り返し聴く価値のある音楽です。よし、あと2人だな。演奏家を見つけたらまた連れてこい。よろしくね。おお、準備はでき、実に素晴らしい。こんな情熱、各地でさまざまな。よし、演奏家を見つけた。出番か。そら、ドローネ。やれやれ。マジックスティールロッド。よし。幸運の矢。よし、クライナ。いいでしょう。マジ
ジックスティールロッド。さあ行こう。行っといで。決まった。行くぜ。来た来た。ガオかかってきな。さあ、いっといで。さあ、腹減った。塞がないでください。行くよ。行きます。マジックスティールロッド。来た来た。行っといで。ガオデバン。
きますか。マジックスティールロッド、こっからだ。さてと、ほらほら、いっといで。おととい来ない
いな。さて、マジックスティールロック。やれやれ、大人げなかったです。片付けなきゃ。
ライフスティールダガー。はい、
おしまい。でしょう。成果の力を輝きたまえ。任せた。よ、仕事だぜ。でしょう。マジックスピリオット。成果の加護があらんことを。なんてね。よう、いらっしゃい。やれやれ。マジックスティールロッド。掃除する。さあ、行こう。行っといで。かかってきな。行くよ。負けはねえとな。
いい汗。おお、準備や。おお、落ち着いた感じのギターの音色が軽快な曲調に意外なほど合っている。この曲は多くの人々の心を楽しませてくれる。ありがとうございます。これだけ素晴らしい楽曲があれば商品としては十分でしょう。そうですね、まずは裕福な貴族に売り込んでみようと思います。いや、それだとまた一部の人間の娯楽にとどまっちまう。だから各地の酒場に置くってのはどうだ。酒場、大きな店なら可能でしょうが、町酒場に。録音はいいから聞けるだけのものを安く売ったらどうだ。確かにそれなら。故郷を忍ぶ曲、女を口説く、これを聴くために酒場に通う客も増えるかもしれねえぞ。それは売り込みにも使えますね。世界中の酒場にこれが置かれたら、個人で所有したいって客も出てくる。求める客が増えれば大量生産も夢じゃない。いつかそれぞれの家庭から音楽が流れてくる、そんな未来が来るかもしれねえな。素晴らしいや。パルテティオさん、あなたと出会えてよかった。あ、そうだ、もしよろしければこの商品に名前を。名前か、たくさんの音を、蓄音機ってのはどうだ。蓄音機、ああ、さっ